レーザーで取れるとは限らないんですよね。シミ取りレーザーが合うか合わないかっていうのを間違うとね、逆にシミが増えたりするので、差別チャンネルの方を解説させていただきまして、やればないですよ、シュウセミだ。本日なんですけど、本日はね、皮膚科でシミ取りレーザーをしたい方、皆さん今回は共有させていただきます。それでは早速行ってみましょう。本日もご視聴ありがとうございます。本日はね、皮膚科でシミ取りレーザーを皆さん考えている方、今回は必見かと思います。で、まあ簡単に言いますことっていうか、分かりやすく言わせていただくんですけど、誰でもシミをレーザーで取れるとは限らないんですよね。そこをねちょっとシェアさせていただきたいんですけど、どんな方がシミ取りレーザーが合うか合わないかっていうのを今回はシェアさせていただきます。で、間違うとね、逆にシミが増えたりするのでとても危険なんですよ。そういうところで今回皆さんの方に知っていただき、皮膚科に行ってシミを取るとかねしてもらいたいなと思うんですけど、僕が体験したことなので、あと先生からちゃんと聞いたことなので、しっかりした答えになります。早速なんですけど、シミ取りレーザーね、やっぱりこういう夏の前の時期とか冬の時期とかっていうのは、やっぱり寒い時期ね、そういう時ってやっぱり皮膚科に行ってシミ取りレーザーをする方がすごく増えるかと思うんですよ。皮膚科でね、シミを取りたくて1回でレーザーで取れるわけではありません。これははっきり言えます。はい。なので1回で取れないので、何回も通って、まあ5回とか10回とか通ってって、ちゃんと皮膚科で取れるって形、まあその人のねシミの状態にもよるかと思うんですけど、そうやって取れていきます。で、ここで問題なんですけど、まあ誰でもこんな形で、今みたいな言った形で取れるとは限らないですよ。で、皮膚がその自分の皮膚が薄い人とちょっと厚い人っているかと思うんですけど、これってまあ自分で分かる人分からない方がいらっしゃるかと思うんですけど、まあ皮膚がね薄い人はシミ取りレーザーをしたら逆にシミが増えます。増えるので、それをまた増えたところを取っていかないといけないので、割とそのレーザーを何回もしないといけないっていう状態になりますね。それをほっとくとシミになってきちゃうので、今よりもシミが出ると考えていいかと思います。その見えないところのね、皮膚の中にあるねところからシミが出てくるので、全部まあなんていうか、分かりやすく言うと削っていくみたいな感じかな。レーザーで上の面をなくしていくって形なので、中にあるものが出てくるんですよね。そうするとやっぱり今まで見えなかったシミっていうのが浮き上がってくるので、逆に目立つってことなんですよね。で、皮膚が厚い人に限ってはこれがねなくて、シミ取りレーザーするとしっかりなくなっていくので、そこはおすすめなんですけど、これがね皮膚、自分の皮膚を見て、まあ自分が薄いなとかね、皮膚が厚いなっていうのはね、分かりやすく言うと、まあ血管が見えるか見えないか、自分の皮膚見てもらって血管が見えるか見えないかを判断してもらえばいいかなと僕は思いますね。で、僕はすごく皮膚が薄いんですよ。なので、まあレーザーしてもシミが出てきちゃうっていう形なので、あんまり適してないんですけど、する際には何回も行かないといけないみたいなね。なので、あとはニキビができた時に、そのニキビ跡が残りやすい方とかね、そんな方はまあちょっとシミ取りレーザーは合わないかと思いますので、1回行ってシミがすごく出ちゃったっていう方がすごく多いんですよ。なので、しっかりねそれはね皆さん考えてシミ取りレーザーをした方がいいかと思います。はい。まあ簡単になんですけど、今回はこういうふうにシェアさせていただきました。まあシミ取りレーザーね、シミを取りたいとかスキンケアで取りたいって方結構多くいらっしゃるので、まあスキンケアでも取れなくはないんですけど、シミね結構時間かかります。結構てかかなり時間かかるかと思いますので、僕は皮膚科に行ってレーザーでした方がおすすめするんですけど、ここら辺のね考え方の間違いを皆さんの方に共有させていただきたいなと思って、今回皆さんの方にシェアさせていただいております。はい。まあこんな形でね、まあシミ取りレーザー考えてるから、僕の考えをちょっと僕の考えていうかな、僕が体験したことと先生に聞いたことで、こういうふうにシェアさせていただきました。なんかわからないこととかありましたらね、下のコメント欄の方にコメントいただければ、僕はね 120% ピピピって返していきますので、もうすぐさま返してきますので、ぜひコメントいただければと思います。まあ、ツイッターの方でもこういうことをシェアさせていただいておりますので、ぜひねツイッターの方もフォローしていただければと思います。あとそうなんですよ、サブスチャンネルの方を解説させていただきまして、まあ、全然ねコスメとは関係ないんですけど、カフェチャンネルを作りました。はい。
まあなぜかというとね、僕カフェめちゃくちゃ大好きで、カフェの勉強というかコーヒーのねドリップの勉強もして、ちゃんとねその教材見て先生にちゃんと教えてもらってっていうのを、まあ韓国なんですけど、韓国でやったんですけど、まあ、韓国でやった時にね、まあこのドリップは日本の文化だから なんで韓国の先生に聞くのだっていう、日本で行って勉強した方がいいんじゃないって言われたんですけど、韓国でドリップの勉強をしっかりしました。まあ韓国はねカフェ文化でもあるので、まあ韓国で僕はちょっと勉強したいなと思って勉強させてもらったんですけど、非常にそこら辺のところが役に立ってコーヒーがめちゃくちゃ好きになったんですよね。でまあ韓国ってカフェ文化でちゃんと Wi-Fi やったりとか、カフェで勉強できたりしたりとか、あとまあおしゃれなカフェあったりとかいっぱいするんですけど、今後ね、まあ、今こういうねコロナ状況だったりするんですけど、日本と韓国のその Wi-Fi と椅子の座り心地とコーヒーとフード、あとコンセントね、この5つの評価なんですけど、僕なりの評価で皆さんの方に届けられたらなと思っております。コーヒーが美味しかったりとかね、まあノバドに適したカフェコンセントがあったりとか、 Wi-Fi の Wi-Fi スピードはどうだとかとか、あと椅子の座り心地はどうだろうか、まあどれぐらい座れるのかなとか、腰痛くならないかなとかね、そういうねところをね皆さんの方にシェアできたらばなと思っております。あとねフードね、まあそこのデザートとかパンとかいろいろあるかと思うんですけど、そういうところを皆さんの方にシェアさせていただきたいと思っておりますので、まあ、カフェがねすごく大好きな方もね、ぜひ下の概要欄の方にサブチャンネルの方の URL 載せておきますので、そちらの方もチェックしていただき、登録の方もよろしくお願いいたします。はい、まあ、こんな形で今回は締めさせていただきます。はい、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。